私たちのメンバーのうちの一人が昨年祖父を心停止で失いました。祖父のそばには祖母もおり、すぐに救急車を呼んだにもかかわらず祖父の命は助かりませんでした。私たちは二度と配偶者を目の前で失う悲しみを高齢者に味わわせたくないと思い、夫婦二人のみの低クラス高齢者を絶対に救おうと決めました。まず私たちは神戸市消防局の方にお話を伺いました。誰かが倒れてしまい119番通報された時、通報を受けたとった司令官はまず現場の状況を聞きます。そこまではいいのですが、状況の確認を行った後、倒れた人の心臓が止まっていた場合、司令官は心臓マッサージを行ってくださいと通報した人に指示を出します。もちろん胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージがどんなものか司令官は分かりやすく高齢者に説明するのですが、理解してくれなかったり胸骨圧迫を行うことを拒否される場合も少なくないそうです。胸骨圧迫を行うことで救命率は約 1.8 倍にもなるのに、救急隊が来るまで何もしないということも少なくないそうです。これが通報者が過去に講習を受けたことがあったり、消防局で配られたりして心肺蘇生法の手順を飲んだことがあったりすると、胸骨圧迫を行ってくれることは格段に多くなると聞きました。そこで私たちは実際に高齢者に聞いてみたところ、わざわざ講習に行こうと思わない、一回講習に行っても忘れてしまうという声が多かったです。そこで私たちが提案するのはスクワットペーパーです。最大のポイントは2つあります。まず高齢者にも分かりやすいよう救命活動の一連の流れを絵中心に表しています。次に日常的に使うトイレットペーパーを活用することで、毎日目にしてもらい覚えることが苦手な高齢者でも自然と知識が得られるようにしました。現在明石市や神戸市で配られている心肺蘇生法の手順を高齢者に見せたところ、文字が小さくて眼鏡は虫の眼鏡を使わないと見えない、文字が多すぎて見ようと思わないという声が多くありました。私たちが提案するスクワットペーパーなら文字だけではなく絵に重きを置いているので、パッと見ただけで内容をすぐに理解できます。さらに日常的に行くけれど何もしていない、そんなトイレの時間を有効活用することができます。スクワットペーパー作成には明石市消防局の救命救急士の方に監修をお願いしました。1秒でも早く救命活動を始めてもらい、1秒で1人でも多くの高齢者を救うため、必要最低限の工程だけを載せています。高齢化が進む日本では、高齢者夫婦2人のみの世帯は日本全体の約 40% にも及びます。日本総人口は1億3000万人、年間死亡者数は125万人、そのうち心臓突然死の方は7万人います。胸骨圧迫を行うことで救命率が約 7% 上がるので、単純計算して150人もの命が助かることが言えます。スクワットペーパー1000個作成には1つあたりの価格は200円、普通のトイレットペーパーにたったの150円足すだけで150人もの命が助かることにつながるんです。スクワットペーパーを実際に高齢者に見てもらい意見をいただいたところ、絵が多くて文字が大きいので分かりやすいというと好評でした。またトイレットペーパーは毎日手に取って自然で使うので自然に目に入ります。トイレの時間は何もすることがないからついつい見てしまいそう、珍しくて面白いなどという意見もありました。私たちは今後クラウドファンディングを行い、資金を獲得し資金を集められたら
トイレットペーパーの印刷を開始します。救命講習にて高齢者に配布し実際に使用してもらいます。そこで高齢者からフィードバックを得られたら、私たちのスコットペーパーの完成度を高められます。その後、私たちはスコットペーパーを企業に売り込みに行こうと思っています。その企業というのは高齢者の CSR 活動を行っている企業や製紙業者などを考えております。商品化に向けて協力してくださる企業が見つかり次第、商品化そして販売を目指します。高齢化が進む今こそ老老救助が可能な世の中に私たちの世代がしていく必要があります。配偶者を目の前でなくす、そんな悲しみを味わうそんな人を一人でも減らしたい。どんなに非力な高齢者でも救命活動を行うこと、そんなことが可能な世の中にスコットペーパーが実現させます。ご清聴ありがとうございました。